どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんはフリーランスやろ、料金未払いされたって経験ないん？あるよ。過去に1回だけ、2桁万円のお金が振り込まれなかったことがある。ちょっと怪しい会社ではあったんだけどね。最初に、小さい仕事で、1万円くらいの仕事の依頼だったんだ。それは振り込まれたから、普通に信頼しちゃった私が悪い。悪どいな、1万払った後に、2桁万円の仕事は振り込まへんって。10年くらい前の話で、私もまだ若かったから仕方ないよ。裁判とかも一瞬考えたけど、勉強代だと思って諦めた。高い勉強代や。そんなわけで、今日のレビューはこちら。嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいに。とんでもないタイトルのアニメ来ましたね。この作品前にもレビューしとらんかった？うん。一期はレビュー済みなんだ。概要欄に動画の URL 貼っておくけど、その動画の中で、私は2期のレビューはしない予定って言ってるんだ。内容的にもあまり変化なさそうやし、劇的な変化がない限りはレビューせえへんって言っとったな。見るの忘れちゃってたのもあるんだけど、2期自体は3年前の作品なんだ。なんでまた今更レビュー？実はとんでもないことが起きていたことが先日発覚した。え、あと皆さんにちょっとしたお願いもあってレビューすることにしたんだ。一体何が？この作品、1期とやったることは基本的に変わらない。タイトル通りの作品ってことやな。うん。オムニバス形式になってて、いろいろなヒロインが出てくるんだ。そんないろいろなヒロインと主人公の関係性、ご主人様だったり、家庭教師だったり、お兄ちゃんだったり。なんかギャルゲーっぽい設定や。そんなヒロインたちは、少なからず、主人公に好意を持ってる。例えば、歯科衛生士さんなんて露骨に、主人公のことが好きで、治療中に胸当ててきたり、デートに誘えと言わんばかりのことを言ってくる。全男子の理想。ちなみにみなみちゃん調べでは、男性の6割は、歯科衛生士さんの胸が大きいかどうかで歯医者さんを選んどるで。治療の後にご褒美あげると言われた主人公、当然ヒロインとしてはデートがご褒美なんだ。ほう。でも主人公は違う。デートとか付き合うとかキスとかどうでもいい。パンツを見せてくると、くさ。ヒロインたちの好感度は100で、主人公のことが大好きなのに、肝心の主人公がパンツ大好き人間なせいでドン引きする。基本的にはこのパターンなんだ。どんな主人公なんや？1話は一気にも出てきたヒロインなんだ。前にパンツを見せてもらったメイドさん。でもそんなメイドさんはどれだけ主人公を慕ってるか語ってくれる。恋心って厄介やな。目が濁ってしまうもん。そんなヒロインの思いを否定するのがこの作品の主人公。別に誰のパンツでもいい。そこにパンツがあるから見たい。くさ。罵倒され、嫌な顔をされながら土下座という名のローアングルでパンツを見て、1話1話が終わるんだ。一気もそうやけど、ターゲット層がニッチすぎるんよな。うん。一気もそうだけど、2期の声優さんも豪華なんだ。石上静香、竹達彩奈、畑沢子、上坂すみれ、上田玲奈、高森夏実。すんごい A ラブコメが生まれそうや。そんな声優さんたちの声の魅力と演技による可愛さが、ヒロインの可愛さを後押ししてるんだ。そんな可愛さと恋する乙女なヒロインを見せた後だからこそ、罵倒と嫌な顔というギャップが生まれてる。マイナス方面へのギャップ萌えですか。逆に、主人公の姿や声やセリフはないんだ。だからこそ主人公の気持ち悪さが抑えられてるとも言えなくはない。十分キモいで。心なしかというか、この作品に慣れたせいもあるかもだけど、一期よりも、罵倒セリフのキレが上がってるんだ。だからこそ、そういう趣味のない人でも、クスクスと笑えるシチュエーションコメディになってる部分もあるんだ。なるほど。個人的には、竹達彩奈さん演ずる姉妹の罵倒は、久しぶりに竹達彩奈さんのド S 演技が聞けて大変よろしかったです。くさ。ただ、作画のクオリティ自体はそんなに高くないんだ。ヒロインのキャラデザも、若干古く感じるし、毎回見せてくれるパンツの作画にも、そこまで、こだわりがあるとは言えない。下手したら下着を見せるのは一瞬で、その後は、ヒロインの嫌な顔がアップで映ることも多くて、この作品で見せたいのは下着ではなく、嫌な顔をする女の子なんだと言わんばかりの割り切った描写なんだ。パンツはあくまでおまけと。もっとも、作画のクオリティ自体は、とある出来事、理由もあったかもしれないんだよね。あ、最初に言っとったやつか。一体何が起こったん？実は、先日、この作品がきっかけで裁判が起きてたことが発覚したんだ。ささ裁判。すでに裁判は終わってるんだけど、実は、この作品、プロデューサーが失踪してる。事件やん。制作費を持ち逃げして失踪してるんだ。くさ、やばいことが起こっとる。この作品のプロデューサー、最初原作者さんに、メールで企画書を送ったんだけど、その企画書がたった1枚だったらしいんだ。うっす、小1の読書感想踏みレベルやん。原作者も不審に思ってたところ、プロデューサーが虎の穴と組んで、1期のアニメ化企画がスタートした。まあ、虎の穴さん絡んでるなら安心やな。だけどトラブル大発生。はっ。プロデューサーが修正依頼無視したり、メール無視したかと思えば、制作側に修正依頼をアニメの納品直前に送ったり。うわぁ、一番仕事でけへんタイプ。一期がそこそこ受けたこともあって、二期も制作開始したけど、プロデューサーは相変わらず連絡があるで、二
2期が完成して納品され、配信も行われてるのに、リテイクされてないから、納品されたとは認めないと、プロデューサーが連絡してきた。いや意味わからん。もう配信されとるんやろ。うん。でもプロデューサー的には、直ってないから納品されてないと、制作費を制作会社に振り込まなかったんだ。あかん。意味わからん。詳しくはね、トラボさんが原作者と監督にインタビューしてる記事があるからそっちを見てほしいんだけど、結果的には、裁判になって制作側が勝訴した。よかった、正義は勝つやな。まあ、プロデューサー自体は裁判に一度も姿を見せなかったらしいんだけどね。どこ行ったんや。ツイッターで見かけたんだけど、とある同人作家さんもこのプロデューサーにお金持ち逃げされてるらしい。なんかお金が必要な事情でもあったんか。 FX か FX なんか。アニメの内容もいろいろぶっ飛んでるけど、制作事情の方がぶっ飛んでる作品なんだ。なんかこう、制作会社が愛を込めてきちんと作っとる作品なだけに、そういうごたごたが起きてしまったのは残念やな。うん、私もこの記事を見てびっくりしたんだ。それくらいだったらツイッターでつぶやくくらいで終わったんだけどさ、実は制作会社さんがクラウドファンディングをしてるんだ。お、嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいさんのクラウドファンディングを現在行ってる。お、私も少ない金額ではあるけど投資させてもらいました。リュウさんがおパンツ愛好家に、さすが長年アニメのパンチラシーンの数々を見てきただけはありますね。いや、私はそんなにパンツに興味はないよ。あんだけパンチラにおける下着の描写の作画にうるさいのに。いい、この動画は皆さんもよかったらクラウドファンディングに参加してくださいっていうお願いも込めた動画なんだ。せっかくニッチな層向けの作品とはいえ、2期まで制作されたアニメやしな、制作会社さんには報われてほしいわ。ちなみになぜか3期のキャストにチャフーリンさんの名前があるんだよね。え、名探偵コナンのめぐれ警部とかやっとる。え、なんでチャフーリンさん。全ては3期で明らかになる。あかん、めっちゃ気になる。チャフーリンさんが罵倒しながらパンツ見せてくれるんか。え、個人的には声優体験コースとかやってみたかったけど、残念ながらすでにそのコースは売り切れちゃってるんだよね。リュウさんの声優デビューが、個人的にはあなたもパンツ制作者コースが良かったんだけどね。声優決定打ち合わせ参加券ってのがあって楽しそうだったよ。自分が好きな声優さんを押して罵倒セリフ言ってもらうことも可能やったかもしれへんのか。夢がいっぱいや。そういう特別なコースは売り切れちゃってるんだけど、他のコースはまだ募集してるみたいだから。まあそんなわけでクラウドファンディングよろしくお願いします。かつてはクラウドファンディングされるアニメは地雷なイメージがあったもんな。あの作品とかあの作品とか。最近は邪神ちゃんドロップキックとかクラウドファンディングで成功してるアニメも多くなってきてるし、うまくこの流れに乗るといいよね。ニッチな作品やからこそクラウドファンディングでニッチな層にダイレクトに届けるアニメなんやろ。不毛の遊びみたいになってきたな。娯楽とはそういうもんだよ。みんなもレッツパンツ愛好家。ではまた次回。じゃん。